それって詐欺かも。医療費の還付があります。ATM へ行ってください。なんで ATM？ 市役所を装って還付金などのお金の話をしてきます。お金をもらえる話が出たら確実に詐欺です。これって詐欺かもと思ったら立川警察署へ。